皆さんこんにちは。今日の知得は婚約指輪のお話です。婚約指輪は給料の3ヶ月分とよく言われますが、これは何か歴史的な意味が込められているというわけでもなく、単にダイヤモンドを扱っている大資本デビアス社が考え出した広告戦略の一環に過ぎません。1960年代後半、日本は高度経済成長期の真っ只中であるとはいえ、まだまだ貧しく、婚約指輪にダイヤの指輪をもらった女性は全体のわずか 6% に過ぎませんでした。しかし、国際ダイヤ資本のデビアス社は、日本は将来必ず有力なマーケットになると予想して、様々な PR をしたのです。最初は、ダイヤモンドは永遠の価値があるという広告でした。この効果によって、1970年代には、婚約指輪の 51% がダイヤの指輪になりました。こうなると男性としては、いくらくらいのダイヤがいいのだろうか、という疑問が起こります。そこでデビアス社は、婚約指輪は月給の3倍を目安として打ち出したのでした。キラキラと輝くダイヤモンドを身につけて、自身もキラキラと輝ければ、それはとても素敵なことですよね。ご結婚おめでとうございます。